さんこんにちは、どうもヒロです。現在ですね、湘南エリアをロードスターでドライブしているんですけれども、前に映っている黒いロードスターがですね、僕が以前乗っていた黒号になります。今黒号とこの僕の今乗っている白号と2台でちょっとねツーリングというかドライブをしているんですけれども、現在黒号はですね、僕が初めてサーキット行った時に一緒に来てくださった失速番長さんが運転してくれています。で、今回の動画はまあ今日普通にドライブをするっていう目的で今2台で走ってるんですけど、まあせっかくだし僕もこうやって後ろからね自分の車をこう見てドライブできてるっていうのもあって、黒号の行方を、お話ししながらちょっとドライブしていこうかなと思います。一応ですね、ツイッターの方ではもう黒号がね、どうなったかっていう話は、していまして、YouTube の方で秘密基地モータースっていうチャンネルをやっている田本さんに、この黒号をお譲りしました。まあ、この黒号をねどうするかずっと悩んでて、本当は手放さずにねずっと手元に持っておきたいなとも思っていたんですけれども、まあなかなかねまず置いとく場所も難しくて、でまあ例えば実家に置いとくことも可能ではあったんですけど、そうするとなかなかその実家に行くタイミングじゃないと車を動かせないっていうのもあるので、そうするとやっぱり放置する期間が長くなっちゃって車にも良くないっていうのもありましたし、でまあ車のね車検自体も11月の頭で、終わってしまうので、まあそれ以降ね乗れなくなってしまうっていうのもあって、実家に置いとくと完全にまあその後放置車両っていう感じになっていってしまうんですよね。なんかそれはそれでね車にとってもなんかかわいそうだなとかっていう風にも思ったり、ただ手放したくもないなっていうのもずっと思ってて、まあ悩んでたわけなんですけれども、まあ、ちょっとふとしたタイミングで田本さんに連絡をして、ちょっとまあこの黒号の行方をね相談させてもらったところ、田本さん本人が買ってもいいよということで受け入れてくださって、で田本さんであればまず車の状態もある程度理解してくれてるし、まあ、僕の上げてる動画なんかも見てくださってて、その触ってある内容とかも分かってくれていて、田本さん自身がその車をね触れる方なので、まあ、ある程度そのトラブルであったりだとか、まあ、今現状あまりエンジンであったり状態良くないところも理解した上で乗ってくださると思ったんですね。であとは何より田本さんが僕の黒号を、買ってくださることによって僕も田本さんのところに行けばこの黒号とまた会えるし、でいずれサーキットなんかでね走らせてくれれば2台でこうやって走ることができたりとか、まあ、僕がちょっと運転させてもらったりっていうこともできるなって思って、それを考えるとね、まあ実際僕の手元からは離れるんですけれども、まあ身近にね黒号と今後も付き合っていけるなっていうのもあって、まあこれが一番僕の中では最善の策というか一番最善だったかなということで、田本さんにね受け入れていただいたという状態になっております。なのでね実際そういうことがなければ今こうやってね黒号と2台でドライブなんかもできていなかったので、それを思うと本当にね良かったなと思っております。で、すでにですね田本さんの元に車が渡ってからいろいろもう手をね加えていただいてるみたいで、動画なんかもですね早速もう上がっていますので、ぜひ概要欄から、見てみてください。いや本当にねこの黒号は僕が、ね、好きな姿に作り上げててはいるんですよ。そんなに大きくは変わってないんですけど、まあ、好きな風にね作っていったので、やっぱりねかっこいいね、後ろ姿がね本当にかっこいい、ほぼノーマルですけど、でタイヤも今田本さんの持っているタイヤに変わってはいるんですけど、面具合がほぼ変わらない状態でつけてくださってるのでめっちゃいい超かっこいいよ、いい感じの姿で走ってますね、本当に嬉しいこうやって走ってる姿見れるだけで嬉しいです本当に。さあということで、すごいハワイアンな雰囲気出てますけども、今これが湘南エリアのなんだっけこれちょうどあそこに見えるのが有名な島、あ忘れちゃった、なんだっけ湘南島じゃねえや、なんだっけ、あ江ノ島だ
江ノ島、江ノ島、神奈川住んでるのに怒られちまう。江ノ島ですね、あれ。こっから先が結構海がすごいね、バーッと広がるので、ぜひそこはね、動画で押さえておきたいなと思ったので、それもあって今動画を急遽回しました。いやーいいね。ちょっとね、自分のこの白号がね、かなり音が大きいので、あんまりね、黒号の音入ってこないんですけど、発進でね、4000ぐらいまで回転回してるとね、かなりいい音するんですよ。3000超えたあたりから4000までのわーっていうね、ところがめちゃくちゃこの黒号はいい音するので、それがね、こう特に信号変わって発進するときにね、聞こえてくるので、めちゃめちゃいいね。本当に黒号の音は大好きだったからな。納車時から一度もマフラー変えてないんですよ。いやー、最高じゃないですか、この景色。たまらんね。今日はかなり天気が良くて、ただね、もう10月も終わりなので、気温もすごくちょうど良くてね、最高なドライブ日和そしてこのオープン日和ね、たまらないです。いやー、本当にね、今後ね、この車がどう変わっていくのか、田本さんの元でね、すっごく楽しみです。で、何より田本さんもね、やっぱ YouTuber をやられてるので、このロードスターをね、カスタムしていくっていうのがね、ネタになるので、もう YouTube 上でもこの黒号がね、どういう風に変わっていくのかっていうのが見れるので、すごくね、楽しみです。まあ、もともとね、田本さんともこう普段から結構連絡をね、特に最近は LINE でやり取りしてるので、そこでね、まあ何が変わったのかっていうのも聞けますし、まあ、ただね、こうやって YouTube でポンって上がって、うお変わってるっていう楽しみもちょっとあるので、まあいろいろとやっぱ楽しみですね。最高じゃん、この景色。ちょっとたまんない。これいい感じで映ってるかな、これ黒号と白号のダッシュボードと綺麗な青空と海ですよ。たまらん、これ。いやー、いいねー。一回だけね、黒号でこの道走ってるんですけど、その時もめちゃくちゃ天気良くてね、最高だったな。超いいよ。はい、という感じで黒号は無事三木地モータースの田本さんの元へ、受け入れられて、これからね、徐々にいろいろ変わっていくと思うので、まあ YouTube でもね、そういった姿をどんどん楽しみにしていきたいなと思っております。で、ぜひ僕の動画をね、今まで見てくださった方々も、この黒号のね、動画をたくさん見てくださっていると思うので、この黒号が僕の元から離れて、でさらにそこからどういう風になっていくのかっていうのもね、また見てもらえたらなと思いますし、今後もおそらくね、いろんなタイミングでこの黒号はね、僕のチャンネルの方でも、出てくると思うので、そちらもまた楽しみにしていただけたらなと思います。いずれはね、この黒号と僕の今乗っている白号で筑波サーキットのタイムアタックとかね、日光でドリフトとか、そういうのもね、やれたらなーなんて思っておりますので、非常に楽しみです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。めちゃめちゃ黒子のオイル臭い